こんばんは。6時のニュースをお伝えします。本日坪浅は特別な事情により謹慎処分となってしまいましたので、私石井克樹が代わりに代行したいと思います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。福山もベテランということですので胸を借りるつもりでよろしくお願いします。斉藤アナはまだ研修生ですよね。そうですね。どうです、慣れましたか？最近は皆さんのおかげで慣れてきました。よかったです。ではニュースをお伝えします。はい。幸せなはずの結婚式が中断する騒ぎがありました。インドのウッタルプラデール州で行われた幸せな結婚式。新郎は伝統的な大きなターバンのようなものを巻き、順調に式は進んでいました。しかし新婦である女性が新郎が慣れない大きなターバンを何度も直していることが気になり、あなたどうしたの、まさかカツラだったりしないわよねと冗談にして伝えると、本当のことを伝えるよ、僕はカツラだったんだと結婚式でまさかのカミングアウト。新婦は驚き、結婚式どころではなくなり、カツラが原因で結婚式は中断する。この結婚式を再び行うのは未定とのことです。はい、ということで、これでね、結婚がうまくいかないとかにならなければいいですよね。そうですね。はい、では続いてのニュース、あ、速報ですね。福江な、あ、はい、インドのある村に隕石が落ちたとの情報がありました。現地の調べによりますと、空から10キロから12キロほどある何か塊のようなものが落ち、近隣住民が気づき確認し隕石と判断。住民により記念にと冷凍庫に持ち帰った人もいるとのことで、近くにいた気象庁の職員が現在詳しく調べているとのことです。はい、ということで、住人の方に怪我がなかったということで、はい、本当に良かったです。はい、それは、はい、あ、はい、それで先ほどの続報が入ったということで、はい、福山引き続きお願いします。はい、お願いします。先ほどの隕石についてですが、気象庁が調べたところ、おそらく飛行機のトイレから落ちてきた排泄物であることが分かりました。日本にはありえないことなのですが、この地域では飛行機のトイレの排泄物を凍らせ落とすことがあるそうで、住民はそれを冷凍庫にしまっているとのことです。なお住民はそのことについて今のところ無言を貫いているとのことです。はい、ということで、まあ、何より怪我がなかったのが一番良かったですよね。不幸中の幸いでした。はい、ということで引き続きたった今入ってきたニュースをお伝えいたします。先ほど柏駅付近の路上を歩いていた男性が何者かに腹部を殴られる事件がありました。犯人である男は未だ逃走中です。現場のさくらなと中継がつながっているみたいです。さくらな。はい、さくらです。こちらが事件の現場なんです。さくらな、マスク、あ、マスク忘れてた。はい、こちら現場のさくら、さくらの花はい、こちら事件のあった現場なんですけれども、被害に遭われた男性は後ろから男に腹部を殴られ、それまで倒れ込みました。その隙に男は逃走したと見られています。警察は男の行方を追っているとのことです。はい、さくらの、ありがとうございました。近隣住民の方は引き続き警戒を強めてください。以上、ニュースをお送りしました。